ブラックキャノンは従来通り軟式 FRP 製バット、いわゆるカーボンバットですね。はい、なんか音、打球音は低くなったかな。そう、鈍い音だった。柔らかいよ打感。うん、ボールを捕まえる感じですか。うん、はい、あーすごい。最高級の国内カーボンを使用し、その中で40缶構造、そしてその40缶構造を最大に生かすために打面部がストレート調で長くなってます。ここぐらいまで、はい、あ長くなってます。でこれ長くなる理由としては、はい、結局40缶構造だからそのたわみをかなり生かさなきゃいけないよね、うん、でそうなった時にこの40缶構造がこの狭くなればなるほど、こう垂直に当たれば40缶構造がフルに活動するけども、こう斜面になっていくと直で入っていけない、垂直でちょっと斜めになるわけ、はいはいはい、なるほど、分散される。根っこでも思いっきり言ってもちゃんと垂直に40巻を捉えてくれるから、なるほど、もう最上級のトランポリンを発揮するという。でもここで捉えてもトランポリン、ここで捉えてもトランポリン、もちろんこの辺で捉えても一応40巻ですから、ね、あります。もうそれがもう最大の特徴。楽しい。さらに言うとね、こっちの硬さとこっちの硬さ、いいバランスがあるんじゃないかと。でこっちのカーボンを柔らかかったら、ここでいくら40巻やってもふんにゃーって、こっちがふんにゃーって行き過ぎて40巻行きない。こっちを強くして当たった時にもう柄が負けなければ、はいはいはい、こっちだけで40巻でタワーで飛んでいくだろうと。考えてる考えてます。柔らかい。打感がカーボンを超えたかもしれない。これは超えた。カーボン界最強のブラックキャノンがカーボンをいよいよ超えてしまったかもしれない。うん、とはいえ、ウレタンまではいかないという。そうそうそう。打感好きな人はこっちという、ね。しっかり残る。自分の思ったような形で打てますよ。なるほど。ここで